決断できないんですよ、あの人たちは、うん、だってワクチンがさ、もう少し早くできてりゃさ、オリンピック開けてたに、うん、あれ3ヶ月早くやってりゃさ、うん、あれ G7 でね、ワクチン着手が一番遅いんだもん、うん、あれ G7 でね、うん、あのその波にやってきゃね、うん、ちょうどオリンピックの時さ、65歳以上は観客に座れてたに、うん、そうそうそう、あいつらそれあのね、お前らがさ、観客を呼んだったもんでそうしただみたいなこと言ってるけど、その原因作ったの自分じゃない。ワクチンさえ打ったらみんな座ってただよ、で年寄りのいいあれだよ、ねえサービスになっただよ、いいだよ、若いやつは見なくたってもう一回来るだもんで、ね、オリンピックは、はい、だから65歳以上に一回楽しませてやって終わりでいいだよ、うん、少し涼しい方がいいです。野党がね、野党と与党の、ね、差がなくなったっていうんだよ、あれなくなったんじゃなくて、うん、あのだいたいね、野党の時々パクるだよ、うん、あの要するに民衆受けするために、うん、それだけのことでさ、総裁選でやったようなことなんてだいたいね、実現するわけないだもん、うん、だってあの高市の言ってるのはさ、山本太郎が言ったね、うん、あの要するに財政出しちゃって赤字ボクサーどんどん出してやれっていう方針でしょ、うん、あの MMT でしょ、あれあいつが言ってんだもん、高石がさ、山本太郎のさ、あの、で、あれでしょ、証券税制上げろって言ってるさ、うん、あれ、高石。あんなことやったら自民党反対するに決まってるじゃない。うん、それとね、証券の税金上げたらね、資本が逃げてくだよ、国内から。そうだね、うん。だいたい高石が政調会長で、んで、証券税制上げろとかさ、それとか、ね、大量な国債発行でもって、ジャブジャブ資金出せっていう。そんな山本太郎みたいなこと言ってたら、うん、なんか絶対できるわけないじゃん、うんうん、だから選挙向けなんだよね、うん、ひどい話だよ、うん、私は昭和20年の7月7日にアメリカ軍の焼夷弾爆撃をねもろに受けましてね、10歳の時ですが、私は山梨県の甲府でね、甲府の刑務所の塀の近くに住んでいて、川が流れていて、ぶどう園があってね、たまたまそういうところだったもんで、うちだけは火の中に取り残されないでね、あの川からの布団を拾ってね、川に、で水を流れしまして、それからぶどう園に入り込んで、それでもってうちだけは助かったんです、ね、お父さんは戦争に行っててね、おばあちゃんが2人と お母さんと、それからあの兄弟がね3人で6人で戦争の中、火の中をね泣きながら逃げ回ったってね、10歳の時ですよ、私はね、こんな戦争は絶対に今やらなき、やっちゃいけない、ね、戦争は、ね、自民党とか公明党はね、すぐ戦争のことで、軍事費をどんどん大きくしてね、それでもってコロナウイルスの時もね、ワクチンがなくて困ってたんだよね。どこ行く？フランスか。おはー。これね、うちの親で二度戦争に来てるの。一回目ね、シナ事変。中国が、ウースンクリーク上陸作戦ってね、日本軍隊が50万人ね、攻め込んで、踏み切り競争をやったって。チャンコリって言ってない、昔ね。ちゃんころ見つけて、首を切ってね、競争したんだって、お父さんの考えとかね、首切り競争、南京大虐殺事件ってね、ここの辺の学者が、南京大虐殺事件はなかったって言ってるけど、それは嘘でね、私のお父さん、よく聞いたよ、いろんなこと。何しろ、日本の軍隊が悪いことばっかりしたので、ね、
それさ、結局ね、あの南京で首切ったのいっぱい来たって言ってるじゃない、あれね、どっちかっていうとね、なんちゅうの、自分たちの頑張ったところを見せたってさ、だからあのね、あの大げさに言ってんじゃないの、はいはいはいね、あいたね、あの課題に言うんですよ、あの、その大したことやってなくてもね、やっぱりね、自慢話ってのはだんだん多くなるのよ。いや、だからね、あの変な、あの軍人って変な人たちなんだよ、自慢するときには大きい言うだよ。ああそうかそうか。いやだからね、南京虐殺のその首をいっぱい切ったさって刀でね、首切ったらね、な3人4人切ったら歯がこぼれちゃうだよ。そんなことありえないの。だからね、要するに古代妄想ってわけじゃないけど、自慢話を大きく言ったのが、またそれがね、まあなんちゅうの、またそれで広がっちゃって、でもそれをまた非難するわけでしょ、あの、そんな南京でやったことないって、やったことないって言ってたって自分たちそうって言ってただよ。だから嘘を言うだよ、だから嘘を言って、嘘を言ったそのいわゆるね、報いでもって、南京のそういう虐殺が言われるとね、それは違うって言うだよ。うちの親父はね、南京まで行かなかったんだよ。あのウーソンクリークってね、あの長江の出口ですね、ウーソンクリーク上陸作戦って昭和12年の何月だか忘れたけども、そこでもってね、あの50万人の軍隊がね攻め込んで、それでもって一挙にね7万人戦死されたんですね、その戦争。だからね、僕ね、その数字がね、50万人とかって言うんだけど、50万人の人数ってどれほどのもんかって思うじゃないですか、今考えれば、だからそれもね、要するにね、戦争を大きく見せて言ってるっていうところあると思うだよ、あのだからね、軍人って卑怯なやつらよ、だって、そんなのね、そんな50万人いったら、そのみんなの弁当とか、あれ、いろいろ準備しなきゃいかんじゃん、兵隊がなきゃできないじゃん。あのしかもあの指揮者になったのはね、あの天皇の弟。ああそうね、天皇の弟だね。一応だけど天皇の弟っていう看板がなきゃできないだもん、ね、だって言うこと聞くためにはそあ昔の三笠並やっちゃってたね、天皇の弟だもんで、あまり首切り競争なんて言われたら困るんじゃなくて。いや、あのね、戦争で負けたからそれがどうのこうのになっただけのことで、やってるっていうか、そうやってね、過大なこと言ってたと思うんだよ、で、負けた途端にさ、それはちょっとね、そんなことはない、そんな、普通の戦争やったんだってことでしょ、だって、普通の戦争ってんだって、人を殺すことが戦争だもんね、基本的には。だからどう、南京からね、じゃあ、上海から上陸して、南京まで、百何十キロね、悪いことばっかりしてきたんだよね。あそりゃそうだよ、だって昔ってのはあれじゃない、戦争ってのはもうそこ行ったら全部軍取っていいってことになってたもん、これ戦国時代ってそうじゃない。だからね、これがね今の自民党って言うわけ、なんかね、役得ってのはね当然あっていいんだというところに根付いてるわけ、なんでも役得ってあるもんで、そのために勝つわけ、あの人は役得でしょ。これ僕一つ分かんないのはさ、あのね、憲法99条ってのはさ、犠牲者を抑えろってのでしょ、権力者を抑えるってことでしょ、あの、的親王ってのはどっちに当たるの？知らない。ああ、今の？天皇の、だって皇族ってことになってるじゃん。あれ、戸籍上はないわけだから、皇族でしょ、皇族の位置。ね。だけど、的親王ってのは何なのあれ。ああ、ね、分からん。あれさ、あの日本国民はね、自由に結婚できるって言うんだけど、親王ってのは99条に規制されるわけじゃんね、だもんで、自由であるっていうことは必要だけども、だけどちょっと違うのかなと思うだよ、やっぱりね、規制される側だと思うよ、行動は。あれ、自由例外、したのはいいんだけど、だけどちょっとそれをどう超えちゃいかんわけじゃんね。まあ、いろいろ。いや、あれ歴史的にね、あの天皇家に入り込もうとしたやつはいるだよ、あのそういう貴族でね、そういう近づこうと思って、だけどね、僕心配なのはさ、アメリカに行ったらさ、アメリカ人って打算的じゃない、おそらく利用すると思うよ、
そもそもあの大学に入ったんだってさ、うんうん、授業料免除でね、うん、それとか生活費助けるって、うん、そんなの普通ありえる？生活助けるって、ね、よっぽど優秀じゃなかった、うんうんうん、生活費助けないでしょ、うん、だって、それは、ね、そういうの全部助けてもらって、ね、司法試験の資格取るわけだけど、うん、だけどおそらくね、国民のほとんどはね、うん、司法試験落ちればいいと思ってんじゃない、うんうん、だって公平じゃないじゃない、うん、普通はで、そういう大学行くには自分 の、 お金出していくかさ、うん、本当に優秀で奨学金もらっていくかね、うん、あれ本当に優秀だっていうとは思えないんだけどね、うんうん、どうかいろいろ、うん、じゃあどうもこれで終わります、うん、今日は、うん、憲法ね、憲法を歌にして俺歌えるのはこの辺で俺知ったり、ああれ憲法だって憲法53条守ってないじゃん、うん、53条って国会議員の4分の1が開けってたら開けってやつでしょ、あやってないじゃん、あ そうそれでお前自分らが憲法を守ってないのに憲法改正って、要するにあいつらが改正したいのは戦争やりたい国にしたいだけのことじゃんね戦争守んないやつが変えろって言ってるだもんね、あそれはまあ その通りひどいやつらだよ、だいたい自民党なんてさ、あれ66年あれそう憲法改正できないでしょ、あれ党を作った時憲法改正するって作って66年できてないだもん、あの人にやったもん、いや角野さんのやつ何本か YouTube 上げてるけどね、でね時々みんな見てくれるだよ、みんなあの一斉には見ないけどまあ年寄りだしね、あの芸人みたいなことやらんもんでね、まあ、うん、そうでなくていいだよ、さて地道にね、うん、こういう平和な憲法を訴えるっていうのは重要だよ、うんうん、だいたいね憲法をね重視しないやつらが憲法を改正するんだもん、そうひどいやつらだよ、でねあいつらね憲法改正しちゃってやることないだろ、ね、あの政党って、うんうん、だってできない目標やってるもんでみんな ついてくるだもん、ね、だってねあの憲法改正やった当時はさ東西のあのねソ連の脅威とかあったわけじゃん、うん、それでね戦える国にしようと考えたんだけど、うん、今考えてみりゃ、うん、ね中国じゃない、相手変わっちゃってるで、うん、でそのうちアメリカになるに、まあ、そうだね、うん、アメリカなんてのはさ日本をね虐殺したもんで、そうだそうだ、あれも焼夷弾爆撃で逃げ回ったんだね、アメリカってのは虐殺した国だに、うん、あれアメリカさあれだよ、あのビンラディンがさああってやったって言うんだけど、うん、あんなものお前日本のあれじゃないの、神風特攻隊の真似しただに、あの人ら、そうだそうそうそう、自分が信じる先のために突っ込んだわけじゃん、うん、で原爆を落としたのはアメリカだから、ね、原爆落とすとじゃないいやあれ落としたってまだいいだよ、あのアジア人だもんで落とすとだに、うん、あれ実験するにはちょうどいいと思っただよ、うん、ドイツに落とすわけにいかんしさ、仲間だもんね、あれはそうだそうだ、ひどいよ、実験か実験でしょ、あれ本当実験じゃない、長崎と広島と違うやつやってるだもんで、ひどいやつらだよな、それでアメリカにこう従っててさ、アメリカに従うのがね正統派みたいなこと言ってるじゃない今のあれが、うん、まあそれはねソ連に従うよりはいいけどさ、もっとね自らの独立をね維持しなきゃいかんと思うよ、うん、独立国だもん、いまだに占領されてるだに、うん、あの横田基地なんてそうじゃん、あんないいところ占領されてるだもん、そう、うん、だけどやってるうちには少しは我々の真似をねあのねあのやってるうちっていうかね、日本国憲法の99条にはですね、公的な人、総理大臣とかそういう人はね日本国憲法を遵守しなければならないって書いてあるのに誰も遵守してないですね、憲法をねないがしろにして、それから国民を犠牲にしてね、また戦争をやるっていうのは間違っておりますね、で政治的に危機し国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は
国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する、全国の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない。